高領基地高領基地は、中国信頼の官僚、思想家。字は君直、字あり。豪は北高、晩年は高生と豪した。元の名は連、上州不要古県の出身。本願は、奇州府休県。1790年、新士となり、管理委員編集、国士官編参官、紀州学生を歴任した。1796年に中央に呼び戻されたが、 上書が、佳京御門の怒りに触れ、入り地方に流された。1800年に謝面された後は、郷里で著作に専念した。高涼吉の一生の関心は、民衆の労苦の改善にあり、汚職の改善を訴えたことや、寄進の存在を否定し、迷信を排斥したことが有名である。死学、地理学、訓古学にも成果を上げ、また詩人としても知られている。高涼吉は、 自閉編という著作の中で中国の人口増加について述べている。新潮は人口が急激かつ大量に増加した時代で1651年から1661年の間では1億ほどだった人口が1785年から1791年の間では3億に達している。高涼基地は電磁の増加が人口の増加に追いつかないことを述べ、 電磁は常に不足し、個数は常に余っていると述べている。人口問題に関心がなかった当時、この問題の重大性に気づいた彼の警官が伺えよう。高基吉の人口論は、偶然にも、トマス・ロバート・マルサスのそれと内容が符合していたが、彼の自閉編は1793年に完成しており、マルサスの人口論の完成の5年前のことであった。ありがとうございます。